アイテム番号 SCP-32JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル鉱山はカバーストーリー落石注意によって一般人の侵入を禁止されています。鉱山から新たに発見された SCP-32JP はサイト81の標準的収容ロッカーに保管されます。鉱山へ侵入し SCP-32JP を入手した一般人が確認された場合、 SCP-32JP を奪取確保した後クラス A 記憶処理を行い解放してください。説明。 SCP-32JP はアメジストに酷似した構成と外見を持つ鉱物です。 SCP-32JP は通常のアメジストに比べてもろく簡単に砕くことができます。 SCP-32JP の化学組成式には通常のアメジストと同じものに加えてと未知の元素が含まれていました。 SCP-32JP からは常にワインの香りがしており食べることが可能です。味については高品質のワインのようだったと報告されていますが、SCP-32JP 自体からワインの主成分は検出されていません。SCP-32JP の異常性は SCP-32JP の食後24時間以上が経過した人間。この個体を SCP-32JP1 とします、に対して発揮されます。SCP-32JP1 はアルコールによる酩酊感を感じなくなり、酒、ぶどう以外を食べることに対して激しい嫌悪感を抱くようになります。これは精神的なものですが、酒とぶどう以外の食物を食べようとすると、変臭済み、という結果になります。酒以外の水分を摂取した場合には、酔う、ようになり、通常アルコールを摂取した時の酩酊感を感じます。酔い、は SCP-32JP1 になってから時間が経過するほどひどくなり、6時間後には雨粒、24時間後には自らの唾液、空気中に存在する水分、水蒸気などにも酩酊感を感じるようになります。この効果は SCP-32JP を摂取することにより SCP-32JP1 に変化した時の状態に戻ります。SCP-32JP は消化、吸収される際にその質量と等しい量のアルコール成分に変化します。SCP-32JP1 となってから不規則な感覚で SCP-32JP1 は身体の末端からワインへと変換されます。この過程において特に痛みや違和感を生じることはありません。ワインの回収は変換された数秒後に消失するため、現在まで失敗しています。ワインがどこへ消失したのかは不明です。SCP-32JP は19年2月12日に、編集済み、県に存在する、鉱山周辺の、村で村人の一人がワインになって消えた、という報告が財団の興味を引き、発見されました。鉱山内部の SCP-32JP の総量は約、キログラムと予測されており、現在その総産出量は、キログラムです。ポイ1以下は、鉱山内で回収された古代ギリシア語で書かれた文書の翻訳版です。やあ、親愛なる村人たちよ。君たちの村には食べるものがあまりにも少ないではないか。そこで私から贈り物をしよう。数日もしないうちに山には食べられるアメジストが生まれ、土地はブドウの木が実るようになるだろう。食べ物に困ることはこの先なくなるはずだ。ブドウとアメジストに酔いしれる毎日を楽しんでくれ。そして、私もワインに困ることはなくなるだろう。ポイに、鉱山周辺の村では栽培に適した気温。土壌でないにもかかわらずブドウの栽培が盛んです。これを疑問に思ったエージェント。が村人に許可を得て土地を調査した結果、土地には SCP-32JP が埋められていました。財団はこの個体を回収。この件に関する実験が検討されています。